は今からガンプロの即売会にまたまたまた乱入します。あー、おー、おー、わ、今日も人いねえな。おー、なんだこれ。相変わらずのお前、人の少なさ。あ、もうマックとかでやった方がいいんじゃないか、これもう。なんだよ、わかるよ、ディスクリーンにねえだろ。なんだよ、あ、なんだよ、ところでおようか。お前次のタクパーの誰だっけ。下見乗るだよ、お前。誰それ。全然、全然知らんないんだけど。下見の方も知らねえのか。誰やねん。あれらしいですよ、昔は結構いろんな団体でブイブイ、ブイブイ言わせたらしいですよ。富士山、お前でもね、お前どうするって。富士山ってなんだ、山かい。山リアコーチして九州行ったやつだろ。あ、試合してんのか。全然最近してるよ、お前。何だ、お前。知ってる。いや、俺知らないっすね。知らないし、俺 YouTube 見てる、はい、リスナー誰も知らないよ、藤田見よるなんて。残念ながら。でもね、一応昔は結構頑張ったらしいですよ、プロレス。えー、どこでやったの。どこでなんか新日本とかも出てたらしいですよ。へ、うるせえぞ。そんなんな、おい、上げてもな、別にプロレスメジャースポーツなんねん。もうちょっとメジャーな人がよかったな。ジョンシナぐらい。叫んな、てめえら。おやろ、お前。藤田さん、お前、家族守るために。なんてね、おい。知らねえもん。家族守るために、おい、九州行って、働きながら。何、働いてるの、お前。なあ、プロレスラーじゃない。プロレスもやってるよ、お前。プロレスもやってるけど、他で稼いでる。お前、いや、もうやってるよ、お前。何言ってんだよ、お前。それじゃ夢見れない。プロレスで稼いでないんだったら、プロレスラーじゃないでしょ。おい、そんなんね、ダメダメ。プロレスをメジャーにしたいんだったら、もっとメジャーなやつ連れてきてくれよ。なんだとてめえ、お前。俺の、ね、先月の月収、いくらか知ってる？なんと、1日30分の労働で120万。みんな黙っちゃったじゃん。あら。あら。藤田実がいくら稼いでんねん。おい。そんなやつにさ、そんな誰も知らんようなやつに、他のね、なんかよくわからん仕事で稼いで、でなんかさ、空いた時間でプロレスやってるようなやつにさ、おい、プロレスで夢掴んでないやつに、プロレスメジャーにできんのかよ。お前、もうこれ以上お前ら、帰れお前。帰れ。ういっすお前な。おいすんじゃねえぞお前、なあ。必死にやってんだよお前、家族守って、おい。なあ、プロレスもやって、プロレス好きなんだよ、俺たちは、お前。そんなのは関係ないんだよ。いいか、なんだよ、俺ら、炎上軍が、おい、炎上で、プロレスをメジャーにしてやる。俺らが、頑張れプロレスに、金の雨を降らしてやる。帰れ、お前、この。帰れよ、お前。帰れよ、お前。いいか、ガンプロに、金の雨が降るぞ。グッバイ。頑張ってくれ、青年。うん、宮古内レスラー呼んできてくれ。イエーイ。ということで、次のガンプロみんな見に来てね。カレーの雨が降るぜ。イエーイ。